皆さんこんにちは EAA の高山です東アジアから新しいリベラルアーツをという理念を掲げる東アジアゲ芸文書院 EAA では何か新しいお箱を作れないかということで5月13日よりラジオを始めております本日9月23日で第19回を迎えておりますあっという間に9月も下旬になりましたが 皆さんいかかがお過ごしでしでょうかえ今年は暦としてはえ昨日まで土日に敬老の日と秋分の日がくっついて4連休でしたがえどのよううにお過ごししだったでしょうかえ急に本当に涼しくなってまいりましてえ私は都合が良いものでこの間までは散々暑いと言っていたのにもう寒いというそんなことを思い始めているのですが。 いろいろある中確かに季節は移り変わっているのだなという感じがしておりますそして連休中読書の秋ということで自分はあまり仕事とは関係はないのですがレジスメサックといいう人の作品を読んでいました1893年生まれの南フランスのリセ高校のラテン語教師でちょっと変わった SF 風のディストピア作品を書いていた人です 役者の後書きによるとラテン語クタバレット題するラテン語のマスプロ教育攻撃の小冊子を作って当局の怒りを買い大学教授資格獲得が不可能になったそんな人だそうです。 でそんな彼が書いた化学兵器を用いた世界大戦で地上がめちゃくちゃになった地球に生き残った子どもたちが洞窟で共同生活をするそのうち新しい言語を作り始めるっていうちょっと変わった話を読んでおりました1934年の作品でしょうか。 ちなみに昨日はモーリス・ブランショの誕生日でブランショっていう人は1907年生まれで分からないことがいまだに多い人ですけれども最近いろいろ明らかになってきていまして。 数年前にやや曰くつきの「レルヌシ」という雑誌で特集が組まれまして先日私が少しお話をした「ブランショ」の友人のロジェラ・ポルトの奥さんのインタビューがそこに載っていましてあのブランがが映画を見てていいいた話というのがそこに載っていますどうやらクラシック古典物が好きであんまりフランスの作品は見ていなかったと書かれています。 ベルイマンとかムルナウとかオズの名前が挙がっていて結構意外でした昨日の夜はそんなのを読み返して映画が見たくなってきっと『ブランショー』は見ていなかっただろうなと思いながら伊丹十三のタンポポを見ました、はい、それはともかくとして本日はですね大変喜ばしいことにこのラジオまだ名前のないラジオ開始から4ヶ月目にして初めてゲストの方をお呼びしております。 今年の4月に着任された特任研究員の若澤祐介さんがこれからの読書の秋にぴったりな夏に読まれた本についての話を8分ほど寄せてくださいましたタイトルはタブッキとオムレツですぜひお聞きくださいはい皆さんこんにちはそしてパーソナリティの高山さんラジオにお邪魔いたします東京大学で特任研究員やっております若澤と申します えー、高山さんと同じく、えー、私も、えー、駒場、えー、駒場キャンパスのですね、オフィスに勤務しておりまして、主にあの海外の研究機関の、えー、との連携ですとか、まあ、あるいはその研究会等の、まあ、オーガナイズなんかをしております。えーまあ、あの普段の,あの勤務の中でも、まあ、英語を喋ったりとかですね、まあ、時にはあの同僚の方たちが、まあ、韓国語とかあの中国語を喋っているのを聞いて、なんかこう、 いろんな国の言葉が聞こえてくるので、まあ面白いなと思いながら毎日、あの、仕事をしております。で、えっと、実は普段は私は、あの、ラジオの、あの、高山さんのやってるラジオのリスナーでですね、時々思ったことなんかを感想で送ったりしているのですが、なんかあの、せっかくなので、ちょっと一言二言喋ってくれと。 で、えっと、まあ、本来であれば、あの、一緒に録音するんですけど、今ちょっとそのコロナウイルスの関係で、まあ、なかなかそのちょっと人が集まるってことが難しいので、とりあえずこうなんかおしゃべりをしてですね、それを高山さんに送ってると言われたので、まあ、あの、ちょっとなんか喋ってみようかなと思って、えー、まあ、これを撮っています。で、まあ、何喋ろうかなというふうに思ったんですけど、まあ、あの、この夏、まあ、 なかなかこう普段の夏とは違ったんですけど、まあ読んだ本がちょっと印象に残ったので、まあこの夏の読書についてちょっと2、3分ぐらい喋ろうかなというふうに思ってます。で、 まあ本との出会いっていろいろあると思うんですよね。なんかこうたまたま授業で読んだとか、まああの本屋さんで表紙が綺麗だから、あのちょっと見てみたとかですね。あるいはたまたまなんかこう作家の方がインタビューに出てたりとか、まあ作家の方を知ってって、あれ見たことがあって、あ、この人ならこの本ちょっと読んでみようかなとか、まあいろんな本との出会い方があると思います。まあ人と同じですよね。こうばったり会う人もいれば、なんかこう何かしらの仕事であったりとかって感じなんですが、あの、 この夏私はタブキ、タブ,キ,あのタブキというイタリアの作家がいるんですけど、まあ、その方がですね、ポルトガル語で書いた、あのレクイエムという本とちょっと出会いました。で、なんかこう、すごく今年の夏は暑くてですね、まあ、とにかくこう、まあ、普段は仕事、夏休みも仕事があったので、こうずっと家にいたんですけど、さすがにもう疲れてきて、で、休みの日にちょっとまあさすがに本屋ぐらいに行くのは、 いいかなと思って、まあ休みの日に本屋に行ったわけですよ。で、暑いなと思って。で、中に入ると涼しくてよかったよかったと思って、まあたまたまパッと本棚の本屋さんで見たら、まあレクイエムっていう、なんかモーツァルトかみたいな、まああのタイトルがあってですね、まあ、本を撮ってみたわけです。で、パッと開けてみたら、あの、一番最初のページに、まあ開いたページに書いてあったのが、まあその、7月のリスボンって書いてあるわけですよ。で、まあ私自身もその、まあ本屋に入るまでずっとこう、 暑い中を歩いてきてですね、たまらんと思ってびしょびしょになりながら、あの、本屋に入ったわけですが、たまたまそれでですね、あの、汗を拭いてですね、本が湿らないようにこう、 そーっと本を取ったらですね、そこの本で出てくる主人公をまたですね、暑い中うろうろ、あの街中うろうろしてですね、汗びっしょになった主人公だということで、なんかこう、不思議なこう、シンクロニシティといいますか、なんかこう、あ、なんかこう、全然違う時代のですね、全然違う国の全然違う言語で書かれている物語がですね、なんかこう自分とちょっとリンクするところがあって、まあ面白くちょっと読んだりしました。で、この、 レクイエムっていう本は、あの、まあ、その主人公がですね、あの、まあ、リスボンにたまたまなんかよくわかんないんだけど、本を読んでたら、あの、いるんですよ。で、それで、なんかその、真夏のリスボンですね、汗をびしょびしょになりながら、なんかこう、いろんな人に会う。で、それは幻だったりもするので、例えば過去の死んだ自分のお父さんと会ってみたりとかですね、あるいはその、なんかこう、 あの、ウェイターのお兄さんとこう、ビリハードをやってみたりとか、まあ、あるいはそのリスボンの美術館に行って、その美術館のですね、あの、バーにいる、あの、バーテンダーの人と喋ったり、あるいはその絵を模写してるですね、あの、 画家の方と喋ったりとか、とにかく、ま、いろんな人がこう出てきて、で、夢か現実かみたいな中でですね、まあ、いろんな会話をするっていうので、まあ、それ自体もすごく、あの、リスボンの街を感じるようなですね、旅行に行けないので、なんかそれはすごく面白かったんですけど、もう一個こう、おおうと思ったのが、あの、食事がすごく美味しそうなんですよね。 例えば、あの、タコのリゾットの話が出てきたりとかですね。あるいは、こう、ひんやりとしたカクテルを飲んだりとか、ちょっと今、記憶をベースに喋ってるので、ひょっとしたらちょっとこう、聖地に読むと、<laughs> あの、今言ったことと違うかもしれませんが、とにかくまあ、なんかこう、主人公が飲んだり食べたりするわけですよ。で、暑いなとかって言ってて、なんかこう、違う言葉で書かれていて、全然違う状況なのに、なんかこう、すごくこう、コミカルに、 あの、お腹が減った主人公、あるいは食べてる主人公で、食べることの、まあ、あの、喜びとか、あるいは逆に、あ、食べ過ぎちゃったとか、その手の、こう、生き生きとした感じがすごく伝わってくるもので、ああ、面白いなと思って、まあ、一気に読んでしまったわけです。で、タブキという人はですね、なんかこう、奥付けを読んでみると、 実はそのポルトガル文学の研究者だと。で、だから、あの、このレクイエムっていう本も、実はポルトガル語で書かれたっていうところで、なんかこう、ストーリー自体もすごく面白かったんですけど、まああの、作者の背景なんかをしてですね、またへなんかこう、まあ私は翻訳で読んでたので、そこら辺は最初に読んだ時に知らなかったんですけどね、イタリア人の方が書いたので、イタリア語で書いてるのかなと思ったんですけど、なんかこう読んでみると、あの、実はイタリア人がポルトガル語の研究者で、 ポルトガル語で書いてたんだみたいなことを書いてあって、なんかこう、そういうふうなこう背景も合わせてまたですね、読み直すと、なんかこう、あの、主人公のイタリア人が、やっぱ主人公の私っていう、まあその一人称の語り手がいるんですけど、まあ彼がやっぱりイタリア人なんですよね。で、なんかそこら辺のこう、いろんな外の情報を読んでまた読み直すとですね、あなんかあの違う言葉で書いているのかとか、なんかいろいろ考えがあって、 まあすごく面白くて。で、まあ何よりですね、こう主人公が汗びしょびしょになって、こう、いやもうたまらんから T シャツをなんか一枚買わなきゃとか、なんかさすがに食べ過ぎたからちょっと昼寝がしたいとか、なんかこう、すごく、あの、なんて言うんだろう、自分たちのなんか生活がそこにあるようなものがですね、書かれていて、でもそれがポルトガルが舞台で全然違う。 まあ時空間の人がそれを書いてるってことのなんかこう、あれがすごく面白くて読みました。で、まあ、その勢いでですね、また違うタブッキの本を読んだあの、読んだらですね、今度はあの主人公があの新聞記者っていう、まあ、その小説もあるんですけど、それなんかはですね、今度はあのやっぱポルトガルのリスボンが舞台なんですけど、えっと、主人公がですね、まあ、ちょっと太っててあの、オムレツが好きなんですよ。 で、あんまり太りすぎると食べちゃいけないっていうふうに、医者からなんか言われてて、なるべくカロリーはちょっと減らさなきゃいけないな、なんてことを思いながら、またオムライスを食べてる。で、オムライスが何度も、オムライスじゃないや、オムレツが何度もできてて、なんかすごくこう、やっぱり食べるって、あの、根本的なことなんですけど、まあ、最近あの、なんだ、えっ、ー、と、まあ、ステイホームなんてことも言われててですね、なかなか外に出る機会も減っているので、まあ、体重も太りやすくて、まあ、ちょっとこう、そんな中でですね、少しまた太った、 あの、主人公が、ああでもない、こうでもないってことをですね、言っているタブックの書ででですね、なんかこう、身近な、あの、ことのように、ま思ってしまいました。てな感じで、あの、これで果たして、高山さんの、あの、リクエストというかですね、要望を叶えた、 叶えられたのかどうかもよくわからないですし、まあひょっとしたら編集されていてですね、一応8分喋ったんだけど、まあ2、3分喋ってことになってるかもしれないんですけど、まああの、そんなですね、この夏の暑い中で読んだ、あの、イタリア人作家のあの話を、 してみました。あの、また何か、高山さんからのオファーがあれば、またやってきて、あの、本の話とか、あるいは私、18世紀研究の専門家なので、今日は全然そんな話しなかったんですけど、またちょっと18世紀のですね、あの、いろんな地域の話なんかもできればな、なんてことも、あの、思っております。というわけで、あの、高山さんにお返しします。皆様、あの、はじめまして、あの、また機会があればお会いしましょう。失礼いたします。 はい、えー、というわけで若澤さんは大変お忙しい中あ,のありがとうございましたあのバカンス気分をおすそ分けしていただいたような心地がしておりますあのぜひまたお願いしたいです、えー、アントニオ・タブッキのレクイエムそれから「供、え、述、ー、によるとペレイラは」でしょうか、えー、ぜひ読みたくなりますしオムレツが食べたくなりますそしてイタリアとポルトガルの生活へと想像力が広がっていく。 本の中の食べ物や飲み物ってどんなものかわからないのでどんなものだろうと非常に想像力をかき立てられると思いますい私はポルトガルはちなみに一回真夏に学会でリスボンに行ったことがありまして非常に暑い中あの緑のワインと呼ばれているワインとそれから豚肉料理は 結構あの魚料理もそうですけど魚介も有名ですけど豚肉とあさりとじゃがいもをなんかこう煮込んだような焼いたような料理をあの美味しく頂い,いたことを思い出しますで周囲の人はもうカタツムリをいっぱいビールと一緒に食べていたっていうようなそういう光景が戦慄に残っています。 はい。え、こういう状況なので、え、もともとえ、いえ、同じオフィスで勤務している人もそうですけれども、あの、新しくあの、着任された人とも、まあ、ほとんど会わない中、我々はずっと遠隔で仕事をしているので、え、全く雑談であるとか、おしゃべりという機会があのない状況になっております。え、無理をお願いしたところ、あの、ありがとうございました。またぜひあのお願いできればというふうに思います。 しかし専門的な研究の話やあるいはもう少し研究の内容を噛み砕いた話というのも面白いですけれども本について皆ささんが話されることというのも非常にに興味深いいと個人的に思いますこの間フォレストおじさんの昔の大学の話がやはり面白かったというご感想をいただきまして昔の大学だったりあるいは今の大学がどんな感じなのかというのもぜひ今後 EAA とのつながりと 一緒にあのご紹介したいなとも思いますし、えー、それと合わせてまあ、こういう本の話っていうのもあのもしありましたら皆さんぜひあの教えてくださいあの引き続き質問やリクエスト、感想などなどお待ちしております。はい、えー、それではあのまた来週今度は9月30日水曜日にお会いしましょう。E.A. の高山がお送りしました。ごきげんよう。